今回紹介するのは「西郷隆盛南島沖内郡2018年1月100分 D 名著」という本です。失素に暮らした封建士族の棟梁のように古色創然たる人物としてイメージされがちな西郷隆盛へ。しかし実際の彼は世界情勢に敏感で解明的な。 近代人だった強く自己規律を求めるゆえ説教地味た内容と思われている「異君」の言葉を思想史の観点から読み直し新たな再構造を提示する刺激的な試み西郷隆盛の思想を読み解く「南島西郷隆盛は」はその飾らない人柄が伝えられており大義の前では唱意を捨て去る豪胆さや戦略家の一面も加わって。 懐の広さを感じさせるが寡黙さも手伝ってか存在そのものが巨大な謎という印象を受ける南島沖縄の肉声を伝える西郷南島いくん岩波文庫版を紐解けば儒教の教科書のような立派な訓話が語られているがいくつか 人よし礼智信を特目とするなどの儒教のスキームから逸脱したと思われる箇所がある。その筆頭が命もいらず名もいらず簡易も金もいらぬ人は死末に困るものやこの死末に困る人ならでは観難を共にして国家の大行は成し得られぬなりであり他にも南島沖縄の失敵な日常が見えるような一節。 沖縄に十手犬を狩りうさぎを追肥山谷を抜粧して終日料理暮らし一太屋に凍縮し横を割りて心身意図爽快に見えさせ急避悠然として申されけるは君子の心は常に死のごとくにこそあらんと思うふなりとなどがある特に前者はアジア的な大らかさとともに 儒教の素養には塩原を求めがたい一種異様な感じがする。とどのつまり、南島沖縄とは何者なのか、その評価は未だ一定しない。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。